子供が生まれた時に子供のものを食べさせたいなと思って、いわゆる自然食みたいなものを買うと高いわけですよ。お金を払って買うために公害を出してお金を稼ぐっていうのも矛盾があるな。そうすると自分で作ってしまうのが一番合理的だ。ちょうど原発事故の直後にここにインターネットの回線が来たんですね。それまでは本当に人と関わらない世捨て人みたいな生活だったんですけども、ネットをつながることによって人とつながってリアルにもつながる。それまではこの農業にしても何にしても本だとか直接人伝いの知識しか方法がなかったのが、もう世界中の YouTuber とかですね、いろんな発信をしてるって、そういうのをまあ夜な夜な見て、見るとこう実験したくなっちゃうんで、そういうことをやってるんです。